お疲れ様でございます。今日は8月14日水曜日朝6時になりますね。お盆のひと時、いかがお過ごしでしょうか。まあ場所によってはね、お盆気分が12日で終わって、10、11、12で終わって、13からもう通常業務ってところもあると思います。まあ結構世の中見てもね、今お盆休みじゃなくて通常営業してるところがまあ目立つんですよね。世の中が変わったってことでしょうかね。はい、私たちはこういう時でもトレードができますので、 お盆であろうとも何であろうともお金を稼いでいきましょうそして今日は昨日に引き続いて連日戦略の2日目でございますご覧のように東の方上の方もそうですけどもこれねヒゲで抑えられていて下の方にも特に突出したことがないですから突出したところがねだから実態だけ見るとこの狭い範囲に押し込められてるわけですよこれがまだ続くというふうに考えていけばいいと思いますこれが連日戦略の意味です で、今日晩は材料がありますので、明日はちょっとね、マーケット、ちょっと違うものになると思いますけどね。はい、4時間を見ても同じでしょうね。上の方からぐーっと降ってきたものが、下からバウンドして、今、この辺りに動きが限定されてるわけですよね。これが、だからレンジの特徴です。上昇トレンドでもないし、下落トレンドでもないと。横ばいってことです。ちょっと前まではね、でこうやってトレンドが起きていたりとか、揺り戻しの トレンドが起きていたりとかしたわけですけども、上昇トレンド中のレンジではなくて、今、もうピシッとレンジになってます。はい。で、1時間です。今日はもう15分に切り替えなくても分かりやすい幅になってますね。はい。このように黄色で枠をとりあえず取ってみたんですけども、下が147円ジャストぐらいですね。で、上が147円の800あたりです。この上下80ピップスで見に行けばいいんじゃないかなと思います。で、ここはすでにえぐれてるところです。このようにね。 そういうふうに判断した方が見ていけるのかなと思いますから今後ここの値動きが上の方に戻っていってここを破った瞬間にバイでエントリーもしくはそれでも怖い人は移動平均線の上にロースクラシ乗っかったところでバイでエントリーこれ昨日と同じ作戦ですね引き続きそのようにやっていけばいいと思いますそしてこれが下にどんどんどん行くようだったらねこのヒゲ先を越えたらブレイクアウトで下にセルっていうのを一つですねうん その時はまた判断しますけども、一応ね、今日はこういう戦術でやっていけばいいと思います。途中相場解説、またね、昼に1回ぐらい挟もうかなと思いますけども、まあ特にこの戦略で1日行って変わることがないので、今回の相場解説の次がまとめの解説になる可能性もあると思います。まあ、特別なことは起きないと思いますけども、うん、起きたらまたね、臨時放送します。おそらく何もないと思いますので、 今回の相場解説はここで一旦終わりということでさせていただいて次はね夕方のまとめの相場解説になります結構時間がね空きますけどもね9時間後ぐらいにお会いしましょうになるかもしれませんはい今日はこのレンジ戦略でいってくださいではお疲れ様です